森子歌の巻上。ダメなのかよ。静かすぎて怖いくらいだけどな。音、それはこれまで百鬼丸が取り戻したどの感覚よりも衝撃だった。容赦なく頭の中に入り込んでくる無数の振動の取捨選択などできるはずもなく、百鬼丸はただ音の洪水に溺れていた。兄貴、やっぱり今回のあやかし退治はやめとこうか。礼金いいからもったいねえけど、こんな調子じゃ。出たのか？たちだったかい。奇遇だね。兄貴、兄貴、しっかりしてくれよ兄貴。兄貴、兄貴、はい。そうかい、耳がね。そいつは良かったじゃないか。よくなんかね。聞こえるようになったせいで兄貴弱くなっちまった。そうかい。だって坊さんでもあんな簡単にやっつけられるあやかしにこんなにやられちまってさ。こいつはご挨拶だ。まあ兄貴大丈夫だよな。キューバはしのいだよ。本当なら薬が欲しいとこじゃあるんだが。おいら一っ走り行ってこようか。川向こうに大きな町があるはずだ。およし。どうやら戦がありそうだからね。危ないよ。え？この辺りを治める酒井って武将が同盟国を裏切ったとかでね。二つの軍が睨み合いさねえ。そんなとこにあたしらみたいなよそ者が近づくのは剣のんだ。で引き返してきたとこにさっきの騒ぎってわけだ。くそ、武士ってのはなんでそんなに戦が好きなんだよ。あ、うるさかったか。ごめん。動くんじゃないよ。傷が開いちまう。まったく、穴蔵にこもった手負いの獣ってとこだね。いいかい、これは人の声だ。周りにあるのは森に生きてるもんや火や風の音さ。お前さんは慣れなきゃいけないよ。穴蔵からこの世に出るためにはね。兄貴、怪我人なんだぞ。無理させんなって。兄貴はまだ仏さんになるわけにはいかねえんだからよ。あ
なんともしんとした声だね。まだ動いちゃ危ないよ。やれやれ。こんな辛いの食えねえよ。赤い花、あの人の髪に咲いて揺れるだろう、お日様。怪我してるの？大丈夫？見えてないのね。ほら、ここよ。どうしたの？熱があるんじゃない？こんな水の中に入っちゃダメ。早く出て。ちょっと、しっかりして。兄貴！決まってる兄貴、初めてだ。まあ怪我のせいもあるだろうが、鬼神からいろんなもん取り戻したようだからね。頭が追っつかないのかもしれないよ。これ古着といたのだけど、綺麗だから使って。すまね。ミオさんだったか。邪魔しちまった上に面倒かけて悪いね。そんなこと、治るまでいてもらって大丈夫だから。いいのかい？もちろん。ここにはあんたの兄さんみたいな子もたくさんいるから安心して。みんな慣れてるから。え？みんなこそこそしないで、ちゃんと挨拶しなさい。ほら。ひどい草があってね、家も何も全部なくなってしまって、そんな者同士集まって暮らしてるの。じゃあ、みんなお父ちゃんもお母ちゃんも。そう、でもみんないい子。子供ばっかりだってなんとかなるもんね。ああ、ミオネ、まだ起きてんのか。ほら、どいたどいた。ミオネ、今のうちに寝とかねえと体持たねえぞ。怪我人は俺が面倒見っから早く寝ろって。わかったわかった。じゃあ何かあったらこの竹棒に聞いて。早く、朝飯用意してあるからちゃんと食ってから寝るんだぞ。はいはい。お前たちの朝飯もある。芋粥だ、食え。どうも。なんか手伝うことねえか。いいって。お前は怪我人見てろ。いや、ただで世話になるわけにはいかねえ。飯代ぐらいは働くのが筋ってもんだ。はあ、結構関心じゃねえか。兄貴兄貴ってベソ書いてたくせに。な、書いてねえ。全然書いてねえぞ、これっぽっちも。しっ、ミオ姉が起きちまうだろ。ごめん、でもなんでこんな時間に寝てるんだ。夜に働きに行ってんだよ。酒井様の陣、いつ戦になるかわからねえから。一晩中誰かが起きてて、その世話がいるんだってさ。夜の方が賃金がいいし、ミヤネは働きがいいから食い物ももらえるんだぞ。だから昼間は寝かせてやらねえと。へえ、お前も結構関心だな。坊さん、どっか行くのか。ああ、戦場を避けて通る道がないかと思ってね。ちょいと行ってくるよ。戻らなかったら獣道でも何でも見つけたと思っとくれ。じゃあ。ああ、なんだ、釣りじゃなかったのか。時々会うんだ、妙な坊さんでさ。また戦になんのかな。さあ、ここも危ねえな。くそ。
国境における堺の陣には未だ動きはなく、膠着状態が続いております。このまま続くのであれば、新たに兵糧を送らねばならぬかと。その程度の蓄えはあろう。はあ、ただもう一月近く雨がございませぬ。この時期ここまで降らぬのは珍しきことなれば、万が一のための備えは必要かと。我が領土において凶作などありえぬ。はあ、そうでございましょうか。奥酒井殿のことに、こたびの日照り続き、それに今年は山崩れもございました。まるでかつてのこの国に戻ったような。何が言いたい。私どもは国ごと小さな礎一つの上に乗っていることをお忘れなきようにと。いつ崩れてもおかしくはありません。堺ごとき小国、早々に肩をつけるよう申し伝えよ。はあんたたち、笑ってないで手伝わなきゃ。百鬼丸、具合はどう？まだ暑い。そうだ、今夜薬もらってくる。酒井様の陣ならきっとあると思うから。じゃ、仕事行ってくるね。兄貴、もうちょっとしたら夕飯だってさ。赤い花摘んで、あの人にあげよ。あの人の兄貴、やっぱり安全な道はお前さんたち獣の方が知ってるね。これなら。おお、こいつはいい場所だ。こんなとこで。薬大丈夫。ほら、すぐに煎じて。不思議ね、なんだか見えてるみたい。ずっと奥の方まで見えてるよ、魂の色が。え、兄貴、勝手に出歩くなよ。びっくりするだろ。魂の色？うん、オイラもよくわかんねえけど、生きてるもんの魂がいろんな色で見えるんだってさ。人だけじゃないぜ。草とか木とか獣とか、あやかしなんか一発でわかっちまう。きっとすげえ汚い色してんだろうな。そう。何？もしかして姉ちゃんの歌が聞きたいんじゃ。歌？兄貴、姉ちゃんの声はうるさくないみたいなんだよな。あ、そうだ、姉ちゃんの歌聞いてれば音になれるかも。え、今のままじゃ穴蔵にこもった獣みたいなもんだからな。姉ちゃんの歌で穴から引っ張り出してくれよ。
私の歌、そんな大層なもんじゃないと思うけど。じゃあ、赤い花摘んで、あの人にあげよう。あの人の髪にこの花刺してあげよう。あら、お坊さん。抜け道見つかんなかったのか。いや、ちょいとばかりいい話と悪い話を持ってきた。へえ、そんないい土地があったのか。あそこなら戦があったってそうそう焼け出されることはないだろうよ。ちっとばかし舐めてみたが、土も悪くなさそうだ。ミオネ、行こうぜ。そこに住もう。喜ぶのは早いよ。実はその土地には大家がいるのさ。大家？今空き地だって。鬼神さ、ありゃ相当だよ。迂闊に手を出すのは剣のんだ。なんだよ、鬼神って化け物か。ああ、ただのあやかしなんかよりよっぽど強いんだ。そう。おい兄貴、まさか鬼神退治に行くつもりか。え、待てよ、そんな足じゃ無理だって。坊さん、そのつもりで話したところはあるにせよ、まさか怪我も治らないうちにとは思わなかったかね。せっかちだね。坊さん、兄貴のこと頼むぞ。私も頑張ってみよう。危なっかしいね。え、敵の陣でも働くって酒井様の陣と敵の陣と掛け持ちってことか。うん、今夜からでも。無理だってそんなの。そうだよ、今だって大変なんだろ。でも新しいところに移るならちゃんと準備しなきゃ。土地だけあってもしょうがないでしょ。そりゃそうだけど。大丈夫、戦でたくさんなくした分戦から取り戻すだけ。ミオネ、さあそうと決まったらたっぷり寝とかないと。それじゃおやすみ。ああ、ミオネ、こうと決めたら頑固だからな。でも酒井様の敵陣には荒くれ者が多いって聞くし。よし、オイラがついてってやるよ。お前が？だったら俺も。ダメダメ、お前はみんなの面倒見なきゃだろ。大丈夫、あんまり大変そうだったらやめさせる。そっか、頼む。戦から取り戻すか。いいじゃねえか、オイラたちだって侍から取ってやればいいんだ。ったく、いつまでにらめっこしてんだ。これじゃ手柄の立てようがねえ。まったくだ、こんなど田舎じゃクソ以外にすることねえや。お兄さんたち、ああ、働かせてほしいんだけど。あれ、ミオネーどこだ。わかるだろ。大丈夫かい。まだやめといた方がいいんじゃないかね。Thank you.
Thank you.